にも止まらぬ速さで捨てていくのが僕です。シンプルにいい加減にしてもらっていいですか。シンプルにいい加減にして。すごい綺麗になってると思って。もっと厚で。笑ってる母とか言ってこの化石ビスケちゃんが入ってんだけど何これ。25年前。今回のバイラチャンネルは年末スペシャル東かがくの大掃除です。ちょっと噂に聞いてた毎年毎年なんか里かなさんが東原さんの大掃除に私の親友のハイパーオベアクリエイターハイパーオベアクリエイターと私は私で洋的な片付け屋なんでいつもホコタテ対決でいいんですか。それを見せていただいていいんですか。初めて公開するんでちょっと今手が震えて、しかもね、そうなの、怖いからこのビジネスなんか来ていただいて一応ね、皆さんに今日ね、遊びに来た時に、うん、あ、片付けたいっていう衝動に駆られてから、そう、なんかこの美人が片付け上手だということ聞いたんでね、ちょっと誘ってババババッと振り分けて、はい、さっきやらして、いいですか。話が長いよ、入っちゃいます、失礼します。私の掃除道具がありがとうございます。もう準備万端で受けるじゃあ、さてさて、今年はどんなやな、初っ端からすごいぞ、見えてますね。私はちょっと見慣れてる節があるけど、あんないくつがあんなに、よっしゃー、出た結構玄関、ほら、今、綺麗綺麗、独特の基準綺麗え、だって隙間があるじゃん、めちゃくちゃ。この前の正面のこう、段ボールの積み上げがちょっとお邪魔しますね。いいですか。どうぞ、まあ、私の家じゃないですけど。来た来た、で、こんなに靴あるんですか。これ何人分、何人分。ちょっと待って、私、東原家用の靴下履いてる。私はね、去年もね、これ履いてたので、去年でこれ新品だったのに、1日でだね、この北朝になったの。でね、それを東原清に取っといたから、今年もこれ履いてる。だなぁ、せめだめだなぁ。いやぁ、ね、直前までめちゃくちゃ忙しかったの。余計よ。すごい忙しくて、今でもどうだろうか。とても、片付けできなかった。メンタルがもうやられてるんでしょ。ストレス感じてる。ストレスでしょ。待って、なんでストレス感じてるの。だってなんか掃除に来たと思ってわざわざ。なんかさ、やってるふりとかするんだけど、右のものを左にこうやって落としてるだけだからね。でさ、入り口から片付けたいんだけど。そうしよう。うん、玄関から。で、平田くん、ゴミ袋どこ。あ、ゴミ袋こちらです。よしよし、はい、貸して。はい、はい、ありがとう。全捨てすると怒られるんだ、なぜか。あ、そうなんだ。うん、結構使う。私は全捨てしたいんだけどさ。失礼します。玄関を開けたら、ちょっと靴に移行しようかね。新品のものがどんどん出てくる。よいしょ。よいしょ。これ買ったもの？わーい、こっちも着てんな。いいね、いいね。うわー、こっちすごいですね。ちょっと今年も遠慮な、あ、でもね、去年ここ引き出しで、ね、全部床に落ちてたんで、ちょっとなんか引き出し入ってる時もしかも、ゆりこちゃんが盛大にやってる。探し物見つからない、つならない。探し物はまあ毎日探し物してます。いつも探してます。だからもう見つかったもの、服とかも見つかったものから着るっていう。あのさ、ややこしいのさ、なんかフリマに出したいとかいう妙な野望を持ってるわけ、整理ができないくせに、なんかでかい箱にぶち込んできたよね、フリマに出したいとか。だからなんかどれかをフリマ用にする、あげるものっていう汚い箱いった。あ、そうだね、それね、多分ね、去年私がね、まとめたりして、1年間あげてないってことは、あ、じゃあもう捨てよ、捨てていいってことだから。私ね、自分でまとめたものを1年後に自分で捨てさせられるっていう、何の遊びなのか分かんない遊びやってんのよ、いつも。何の遊び、何なんだよ、そんな遊びっていう。何だろうこれ、何だろうこれ、またふっくらあげようとしてる。でもさ、1年ぐらいここにあったってことだよ、いらないよ。世にも勝ちませんねえねえねえ、今握力50くらい必要なんだけど、開けるのにね、これ何の素材ですか。なんか、大学時代とかに使ってたバッグ、この硬さ開けてごらん、ちょっとね、いやいや、パン食べてるから。パン食べてる、パン食べてる、なんで一人でパン食べてる。だってもう、ちょっと開けてやるとさ、ちょっと待って、これ何、多分ね、30年ぐらい前のバッグだよ。ほら、そういうさ、化石、これ何なの。化石、ケチャップが入ってんだけど、何これ、25年前だよ。
いや、すごい。この靴の空箱が死ぬほどある家。そうなの、そうなの。あの見てるとさ、あわあわしだしてさ、あれ捨てるな、これ捨てるなってなるんで、目にも止まらぬ速さで捨てていくのがコツです。あの考えさせだったり、あのこちらがお伺いをさせると、とかになって、もう全く聞いちゃいけないんだ。そうそう、進まないんで。怖い、もう本当にあの人たちの剣幕が。わざわざ人ん家まで乗り込んできて掃除するって何なのと思って。怖い。床が見えてきた。あ、助かる。やっぱ援護者がいると違うね。ゴミばっかり。来たよ。床が見えたよ。ここら辺邪魔じゃん、なんかよくわかんない。よくわかんない、その靴靴っぽいやつが。バッと。玄関がもう綺麗になっている。いい感じ。じゃあ次のエリアに行ってもいいですか？思ったよりも、やっぱ人のもの捨てられない。でしょ？そうなの。それが普通の感覚。すごい。あの人たち頭おかしいだけ。ノータイムで。すかなちゃん、私そっちの奥の方やっとくね。ありがとう、じこちゃん。あ、すごいわ。なんか仲間は仲間同士なので、コスメっぽいものとかを一からかき集めていきたいと思います。これとかもさ、ね、多分私12月に片付けるじゃないですか。多分ね、2月にはこうなってると思うんですよ。それはね、なんか私の片付けの才能も後で皆さん驚くと思うんですけど、だけどあちらの散らかす才能も、もうかなりのものなんで、復帰しちゃうのももう2ヶ月ぐらいで復帰してると思うんですよね。だから、かろうじてお正月だけ綺麗な家で過ごせて、で、旦那さんがあの大変感謝を示してくれて、2月にはもうこうなってると思うんですよ、多分。韓国のコスメは使用期限がしっかり書いてあるので、安心して使うことができます。こんな感じで EXP って言って。はい。新しいのはあると。多すぎ。すごい量あるんだけど、何かしら。これバイラ編集の支持率ナンバーワンのジルサンダーのバッグです。やっぱ iPad が入るじゃないですか。あ、すごい、引き出しの中が見えてきた。何笑ってんだ。何を笑ってるんだ。ヘラヘラ笑ってんじゃねえ、うん。何がおかしいって笑う。ここで私さ、いらないものバンって捨てちゃおうかな。あ、いいこと言うね。今ワンピースっていうカテゴリーですけど。そういうことね。分かった。ささっとね。ささっとね。こちらはもう捨てっぽのカテゴリーで入れちゃおう。そう、あ、よくご存知で。いや、私が分けてるから。よく言うよね。よくご存知で。ご存知でとか、どんな面して言ってくるのかと思ったら、今普通の顔で言われたんで驚きました。ほらほら、これも部屋着コーナーにあげて。こちらはカーディガンです。はい。で、薄いニット。わー、怖い。何を見えました？厚手。すごい綺麗になってると思って。もっと厚手。笑ってる、ハハハとか言って、この謎の紐とか。笑うしかないよ。こんにちは。はい、こんにちは。すごい道ができてますね。すごい、あんなに通せんぼされてたのに、すごい。そうなの、もう道ができ始めたよ。おティーちょっとコート捨てなきゃ。ああ、かかんないよね。そう、コート捨てよ。わかった。やっぱりこれはもう開かずの扉でした。もう怖い。見なかったことにしたいと思う。何怖いものだった？いや、でもこの扉の中身とか多分全部ゴミだと思うんだけど。全部ゴミだから。ちょっと無理だからやめといた。そうだね。下手したら中学生ぐらいからあるものとかあると思う。シンプルにいい加減にしてもらっていい？シンプルにいい加減にして。本当にシンプルに。ゴミ袋とかももう絶対こんなにいらないじゃないですか。何か運ぶって言ったって5枚ぐらいあればよくないですか？すごい。すごいんだけど、ねえ、なんでこんなに修正テープがあるの？ここ何人作業してんの？マジで1、2、3、4、5、6、7、8個、8個あるよ。なんだろう、この板。何の板かわからない。あ、それ多分仕切り屋ですね。ああ、あの引き出しとかの、それさっきの仕切りといい、こういうのといい、なんか片付けようとする片鱗はちらほら見えるんですけど、そこが全てより一層散らかしている。これも仕切りですね。あ、仕切りですね。ここにはパンツを積んでおります。
なんだろうこの本当に本当になんだろう本当にあの本当にこんな服絶対着てるとこ見たことないですけどね。おい、ゴティ、なんだこんな恥ずかしい服は。やめてよそういうの発掘してくるの。やばいよなんか。もう下がどうなってる。なんかつぼみもいいところ。あれ歩けないじゃん。帽子かなむしろ。帽子じゃない。足こんな帽子じゃないむしろ。大きめの。これ積み上げられてるのにこんなにプリーツ綺麗に出るんですか。出てすごい。これアンクレーブのプリーツって絶対シワになんないの。ほら見て。こんなところで宣伝してる場合が。ほら驚いちゃう。くしゃくしゃにこうなってたのに。そのエコバッグっていうのが綺麗なんですけど。ここまで。これ持って帰っていいですか。新しいから全部。欲しい。全部捨てるから欲しい。エコバッグ。小遣い入れください。小遣い入れ。あ、はいお願いします。投げ銭ある。意外と。いっぱいあるよ。今投げ銭が。今ですね。投げ銭。こちらに行き溜まってきてます。お財布それ平田くん、あのポケットマネーにしていいんだ。もう無理。いやでもね絶対着ないしこんなに。そうなのこれ何人分のフリモンコート。マジでこれそうなのよ。50人ぐらいの会合広げるのかっていうぐらいの50人の部屋の服なのよ。これ大ちゃんこれもう一回ここ見てもらっていい。絶対ないのあるから。分かった。じゃあもう一回見る。振りまでいい。あの捨てなくていい。振りまでいいから。振りまに出すと思ってやる。振りまに出すと思って。分かった。うん。そんなにお願いされるならしょうがない。どんな偉そうな立場から。いや本当にね。もうしてくるの。驚きなんだけど。そんなに言うなら。うん。ごめん。最低5着。え、でももう2着さっき捨てたから。それはノーカウントで。ノーカウントでしょ。超意地悪じゃん。いいじゃん。ほらほらほら。フリマフリマフリマ。だから通ってるじゃん今。うん。何着取ったこれ。結構三個三個ほら。本当だ偉い偉い。すごく偉い。でしょ。あと大ちゃん超偉い。三着も褒めて伸ばす。頑張れ。褒めて伸ばしたい、ね。超頑張ってる。応援上手。この調子だと10着ぐらいいける。応援上手だ。ひじこちゃん。10着全部着てるからこれほら。応援してるから。あった、うん、全く視界に入ってない。ああいいねいいねいいね、うん、以上。あとこっち、はい、え、こっちから5着だよ、もう5着だよ。こっちから5着、こっちから3着で100歳みたいな。大丈夫。いけるいける。怖い。大ちゃんならいける。怖い。大ちゃんならいける。頑張れ。50分の命になりました。あ、50分の命ですね、はい、かしこまりました。ここは確か去年スカーフをこちら去年、あ、綺麗に入ってるってことは去年のままですね。特に一回も使わず。ありがとう藤子ちゃん。一度も使われないスカーフがこちらに綺麗に。私はこの今日一日使った靴下を捨てて帰るね。ここでね軍手と靴下をちょっと捨てて帰る、厚手のやつな。2枚入ってるから。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ポテンシャルには気づいていなかったでしょうけれども、私まだこれなんか HP の消費 20% ぐらいだからね。ほんと低いんだけど。みんなが何に飽きてるのか。マジ狂気なんだけど。分かります、分かってくれる。私も異常なんだけど、この人も異常だから。分かるかなこれ。別に分かるかなっつって。私は休もうよとか言って別に働かせてるわけじゃないんだけど、勝手にやってるからね。怖いことに。怖いことに、うん、別になんかそんな何のダメージもなく、うん、飽きることもなく。見どころとしては今あのおティーがやる気を出してますけれども、取らなくて大丈夫でしょうか。すごいもう捨てるものとかめちゃくちゃ出してくれるんで今。あのもうめちゃくちゃ応援してほしいんですけど皆さん。ここまで片付いてくると、
こっから先こう急に完璧にこういうなんかハンガーとか揃えたくなってくる病気なんですよ。ちょっとどんと一番どうでもいいだろって感じなんですけど、こういうのを捨てたくなってくる病気なんですよね。やっぱし人によってね方向は違えど。ということで外からさん全国的に綺麗になりましたね。どうかな。でもこっちは結構藤子ちゃんがやってくれたから、あの藤子ちゃんめちゃくちゃ全力になったね。ソファーこんなに大きかったんだ。毎回でもここの隅っこでこうやってテレビ見てたんだけど、すごい気になったく部屋広いなって最初から広かったんですけど、いや2畳ぐらいしかなかったよ、人がいて別にさ、すごいあんだかあったものを全部捨ててるわけでもなくて、うまいこと入ってんだよね。このタメイルだけ、タメのアイルだけシンプル。そうなのかな。しかもなんか適当に突っ込んでるとかじゃなくて、あって見てもらいたいんだけど、色分けとかされてるからね、チラシになった、あ見えて。すごい。全然私役に立ってないんですけど大スッキリでした。でもこまごまとしてあのジュエリーの香料香炉これだけ、あのケースを見つけたのがすごい。ないないジュエリーのケースのケース、いつ買ったか分かんないジュエリー。しかもなんかこうさ、いくらあった、もしかして投げ銭、投げ銭が、あ、すごい意外とあるな。500円多いんですよ。意外とある。ちょっとご褒美として平田くんも使ってみて。いいですか、いいお風呂じゃないですか。綺麗な部屋で新年迎えられそうで、新年大丈夫かな。確かに、今12月頭だからちょっと早いどうかなって思ってたんだけど、頑張ってください。新年はこの状態でお正月はね。いやもうたくさんの量今日はありがとうございました。